皆様こんにちは、モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は、はい、12月19日に来る年内最後の満月のリーディングをしたいと思います。はい、まず初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見てくださっている皆様、ありがとうございます。心から感謝しております。そして外国の方も見てくれておりますので、英語でもご挨拶させてください。 Hi guys, I'm Princess Mose here. How's going on? Channel registration. Please subscribe to my channel. And if you like it, please thumbs up. はい、今日は満月リーディングをしていくんですけれども、その前に、はい、こちらのね、はい、ストーンにあなたの質問、イエスかノーか、パーハプスかメイビーかということで聞いていきたいと思います。ちょっとね、これもね、今聖地で、はい、こちらでね、今浄化をしてます。はい、 OK です。じゃあ、はい、もう一度ね、こういうふうに、イエス、パーハプス、ノー、メイビーとね、こういう、ここにこのね、振り子さんがどう反応してくれるか。はい、じゃあね、早速、はい、じゃあ早速リーディングしていきたいと思います。じゃあ皆様、質問をね、どうぞ投げかけてください。いきます。お待たせしました。はい、なんかね、最近よくパーハプスがね、よく出ますね。うん、パーハプスがよく出ます。ちょっともう一度ね、政治に当てて、はい、あの一つ目のあのご質問は、パーハプス多分大丈夫っていうことで出てきました。じゃあね、あと一つ、はい、していきたいと思います。はい、私も目を閉じながら、よいしょ、じゃあ行きますね。じゃあ2つ目の質問、どうぞ。お待たせしました。あの2番目の質問も、あのパーハプスだったんですね。パーハプスだったんですが、あのこうとても強いパーハプスだったので、私はこう多分大丈夫だよとかじゃなくて、多分大丈夫だと思うっていう力強い方かなと。でもイエスにはなってなかったから、もしかしたらもうちょっと時間がかかるけどねっていうことを言ってくれているのかもしれません。はい、これがね、今日のね、振り子さんに聞いた内容、2つともパーハプスだったんですが、2つ目の質問の方がよりこう強いポジティブな意味かなっていうふうに感じました。はい、じゃあ今日ね、選んでいただきたいのは、こちらに3つのドアをご用意しております。1番目の方、はい、2番目の方、は
はい、そして3番目の方。はい、この中からどうぞ直感でお選びください。今日は満月リーディングということで、しっかりとあなたにもたらすことですとか起こること、そういうこう深掘りをねしていきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の方見ていきます。先ほどこちらのカード選ばれた方ですね。まあ、このカードの意味なんですけれども、はい、さあアートオブライフ、こうね、あなたの生活の中に美術とかアートとか取り入れてもいいよねっていうこともね言ってるんですけれども、私はねこのカードから見て、とてもねこうあなた自身がこう感性が豊かな方、まずねそれをすごく感じています。そしてよーく見たらね、ここにね星がねあるんですよ。見えるかな。そう、星、今回満月リーディングをしている時にね、この星とかブルーっていうのがなんかこうあなたのこう冷静さとかね、こう感情のこう豊かさ、直感力の強さっていうのを表しているのかなと。なのであなた自身があなたのこう感性をもっと生かす、これがこうお部屋の中のインテリアとかそういうのでもいいのかな。なんかねこうあなたのその心の豊かさをぜひこう表現していただきたいなっていうふうに、まず私はこのカードで感じました。ということで、じゃあねカード見ていきます。カードはね今回出しております。じゃあまず、はい、こちらね1番のカードから開いていくんですけれども、あなたの今の状態というか、この満月でね近づいていくことということで、はい、じゃあ見ていきたいと思います。さあ何かな。はい、まずキャリア、船、はい、そしてこれがねソードのエースのリバースが出ています。今あなた自身お仕事のことでいわゆる悩んでる人、なんかこう転職したい人とか、例えばなんだけれども、いわゆるこうね地元に戻るとかそういうことも考えられるのかな。何か今あなた自身が、いや、やっぱ仕事だよね、なんか仕事のことで今悩んでらっしゃる、でも動きたくても動けないってい こう事情もあるのかなって。でももしかしたらチャンスがねやってきてるよっていうことを、まずこちらのカードはあなたに伝えたいのかな。なんかねあなたの人生がこう光り輝いてるよって感じがするんですよね。守られてるよっていうことで、でもしあなた自身がこう今は動かないっていう、例えば決断をしたとしても、なんかねこうその決断もきちんとなんかね天使様とかお月様はなんかそれでもいいんだよっていうことで、なんかありのままのあなたをなんかまずすごく受け入れてくれてるような、そういう私は優しいメッセージとして受け取りました。まずこれが今です。はい、そしてね、じゃあ次はこの満月があなたにどんなことをもたらしてくれるのか、これがねここのカードです。はい、じゃあね開いていきましょう。さてファインディングと
ファインディングと花束ですね。恋愛のこと、そしてここカップの2のリバースが出てるけど、恋愛ですね。どんなことをいわゆる気づかせてくれるかとか、もたらしてくれるかっていうと、今あなたは恋愛のことでね、こう悩んでいたりとか、あの人の気持ちがわからないとか、そういう状態かもしれないんだけど、でもね、なんか見てみてって、あなたはしっかりと愛されてるよって、二人とっても仲いいよみたいなことをね、なんか言ってくれてるのかな。こう恋愛がね、今回の満月を境に、こうもっともっと仲良くなっていけるのかな。こういろんな問題があるお二人かもしれないけれども、この日曜日からさらに二人が今は少し寂しいとか、そういう状態があったとしても、こう恋が前向きになるとか、あの人の気持ちがわかるとか、そういうことをこう教えてくれる、なんか二人で二人の恋愛の道を見つけることができるのかなっていうふうに感じました。まずね、恋愛かな、ね、あの最初のこちらのカードはズバリ仕事かなって思ったんですけれども、今回ね、どんなことをもたらしてくれるのかっていうと、恋愛においての喜び、なんかそれをね、持ってきてくれるのかなっていうふうに感じました。はい、じゃあ次はね、こちらのカード開いていくんですけれども、はい、じゃあ今回の満月で感謝するといいこと、はい、じゃあ開いていきます。はい、感謝するといいこと、家族のカード、ファミリー、鳥、もうそしてソードの9ですね。はい、ここね、感謝するといいこと、としてね、今カードを出してるんですけど、なかなかね、これね、正直難しいです。ソードの9か、今もしかしたらあなたはこうご家族の問題とか、ね、お子様の問題とか、まあね、もしかすると結婚願望がすごく強いとかね、まあ、そういう、こう家庭、結婚、赤ちゃん、お子さん、もしかするとご実家のこと、いわゆるすごくこう幅が広い意味で今お伝えをさせていただこうかなと思うんだけれども、そのあなたが、ね、悩んでいることがあるかもしれない、でも今回そのね、悩みがあるからこそのこう家族のこう結束力とか、例えばご主人との関係とか、ご実家の関係とか、こうそういうものがなんかネガティブなこと、問題っていうことがあるからこそのこうみんなで一致団結できるような強さ、それかな。なんかこう見ないといけない問題があるからこそ、こうきちんとみんなで話し合って解決しようとか、コミュニケーションが取れるとか、そういうこう雨降って地固まるではないんですけれども、こうそういう部分のことをこのカードは言ってくれてるのかな。なんかね、苦しみもね、きっとねあると思うんです、ソードの9が出てるからね。でもなんかね、それでもやっぱりこうみんなのね、力が強くなる、そこの部分にいわゆるあなたの感謝の気持ち、それを持ってくれたら嬉しいなっていうことをお月様は言ってるのかな。なんかね、すごく私は深いメッセージだと感じています。今こう私が
お伝えしている内容がね、こうきちんと伝わってたらいいなと思うんですけれども、もし私の語彙不足で、こうきちんと、なんかね、こう、1がきちんと1に伝わってなかったら申し訳ないなと思うんですけれども、問題があったとしても、こうそこに行くまで、問題解決をしようってするプロセス、そこも、辛いんだけれども、そこも感謝していいかもしれないっていうこと、それを言ってるような気がします。非常に深いメッセージです。はい、そしてね、今度は、はい、このね、満月で、じゃあね、イメージするといいよということ、見ていきます。おお、スピリットガイド、すごいな。そしてね、はい、これね、あの人のカードです。あの人のカード、わお。 そしてカップのエースのリバースだね。リバースなんだけど、カップのエースですからね。これね、イメージするといいこと、まず満月のね、まあ、満月の前の日から満月を過ぎた後まで、しっかりとやっぱりね、瞑想することおすすめします。そしてね、あの人、あなたから見たあの人です。あの人の、ガイドさん ガイドさん あの人を見守る天使さんですね。その人にお願いしましょうか。ね、私とね、あの人の恋を、ね、願いをどうぞどうぞ叶えてくださいっていうことを、これをね、あの人のいわゆるスピリチュアルガイドさんにこう伝えていただきたいです。あなたがこう伝えてるようなことをイメージする。あの人ともっと仲良くなりたいとか、幸せになりたいとか、そういうことをね、お願いするといいというふうに出ていますよ。いい、もうあの人のことを考える いいですよね。そしてね、ガイドさんにお願いする、そして恋愛のことって出てるので、これはね、今さっきのこちらのね、カードはやや難しかったんですけれども、こちらはすごくお伝えしやすいなと思いました。はい、そして今度はね、今度は行動するといいこと。はい、今度はあなたがこの満月で行動するといいことを見ていきます。ヒーリング、癒しですね。ヒーリング、クマさん、そしてコインの7が出てます。これ行動するといいこと。はい、このカードから伝わってきたメッセージなんですけれども、まずね、あなたの心、まあ、心も体もなんですけれども、いわゆるアロマキャンドルを焚いたりとか、実際にね、好きな音楽をかけてゆっくりとした時間を過ごすっていうこともいいよって言ってるし、実際にね、こうマッサージとかウォーキングとか、こうそういうあなたのこう心をリラックスさせること、それもまずいいと出ています。そしてそれプラスなんですけれども、あなたのいわゆる財政状況、金銭的なものをなんかね、もう一度見直すといいと出てます。これが例えばね、いろんな銀行に預けてますとか、例えばですね、なんかこうそういうのをこうきちんともう一度再度見直すとか、こうあなたのこう財政度チェック お財布とかもそうなんですけれども、こう今一度あなたの持っているもの、特に金銭的なもの、その見直しをしてみるといいよっていうことが、こちらのカードで出ているようです。はい、そして今度は、
このね、満月で、じゃあ手放すといいこと、ということで、はい、こちらカード出しています。はい、手放すといいこと。はい、まず、Liking your road ですね。そして、庭です。庭。もう、あとね、ソードのクイーンのリバース。はい、これね、手放すといいこと。うん。はい。今、降りてきたメッセージなんですけれども、うん。一人になることを恐れないでって言ってます。こう、無理にね、こう、人と、こう、なんか、つながるというか、こう、そういうことはね、逆に必要ないよって。こう、あなたは一人で、もしくは個人でも、とても素敵な方で、そして強さもある。インテリジェンスもある。だから、こう、無理に、まあ、例えば女子会、ママ友、会社の友達、SNS つながりの友達っていう、こう、表面だけの友達は、あえて、今はね、群れなくていいよって、むしろ手放していこうかっていう風な感じが出ています。こう、あなたの人生で、ね、もしかしたら多くないかもしれない。でも、こう、少人数でも、本当にあなたの友達とか、あなたが信頼できる人、なんかその人の方を大切にしてねっていうメッセージなのかなって、こう無理にいろいろなつながりを持たなくていい。人間関係の断捨離、それを表しているような気がしました。まずこれがね、はい、満月さんからのメッセージで、じゃあ最後に、あなたへのアドバイス、じゃあ引いていきたいと思います。あなたへのアドバイス。お、カードがまず1枚ポロンと落ちました。このカードはね、今日全部正位置で見ていきます。はい、あと1枚出していきますね。ということで見させてください。はい、まずアドバイス、素敵なカード出てます。あなたは偉大ですと、うん、まずあなたは偉大です。そして、はい、タロットはソードの5とソードの10ですか。ちょっと待ってね。ソードの5とソードの10。はい、そしてこれがプレイタイム。ちょっと待ってね。はい。あのね、私、ここのメッセージ、あ、ここごめんなさい、カードが光ってますね。あの、ここのね、メッセージにとても似てるのかなって思ったんですけど、アドバイスがね。うん、こうね、あなたはなんかいろんなことをね、我慢しなくていいよって。むしろあなたはね、きっとね、こう今まで頑張りすぎたりとか、例えば恋愛においても人間関係においてもね、こうぐーって自分をもしかしたら抑えてきたのかなって感じがしました。でもある意味、もっとあなたは、これいい意味でね、いい意味で自己中になっていいよって出てます。あなたが何をしたいか、あなたが何を楽しみたいか、
こうあなたの楽しみ中心に考えていいんだよって、もうねいろんな我慢とかするんじゃなくって、もうねあなたは頑張っただからあなた自身の楽しみを充実させてほしいなっていうのが、これがね満月、うん、お月様からのねメッセージ。そしてどうかどうか覚えておいてねと、あなたはねとっても偉大な人だよって、うん、決して自分を卑下することもなく、もっともっとあなた自身自分のことを認めてあげてほしいなっていう、そういうメッセージのような気がしました。はい、これが一番のあなたへのメッセージです。なんかねお仕事の動きももしかしたらあるかもしれない。でもなんといっても今回こう恋愛のことをなんか仲良くなれそうな気がします。今の距離感よりも。そしていらない人間関係、それはむしろいわゆる断捨離してあなたの楽しみ、それを優先してねっていうことを言ってくれているような気がします。はい、これが一番の方へのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。モーセ姫でした。はい、じゃあ2番の方見ていきたいと思います。先ほど選んでいただいたこちらのカード、はい、意味は、はい、ディスタントドリームです。今はもしかしたらあなたの夢がねこうなんとなくこう遠くにある、なんかいつ叶うのかなって思うかもしれないです、思ってるかもしれないです。でもね私ねこのドアの A からはとてもねこうなんかポジティブというか、うん、なんかこうあなたの願いが私はそんなにいわゆる遠いものとは感じない、うん、なんかこうあなたが今ねここが白で扉が白なんですよね。だからこうデジャブが今もしかしたら少しこうネガティブな方向に考えやすいとかなってるかもしれない。でもあなたはねきちんと見たら実はあの人は近くにいるんだよとか、運命の人に出会えてるんだよとか、なんかそういう私はこうポジティブな、うん、このカードから私はメッセージを受け取りました。じゃあ見ていきたいと思います。まずね、はい、こちら今回ねこの満月でこうどんな願いが叶えられるのかなとか、はい、そういうことをじゃあ見ていきます。はい、ボーダーラインコウノトリ女協定ですね。聖地が出ています。これってね女協定っていうのはカードが惑星とリンクしてるんですけれども、これ月を表すんですよ。で月っていうと女性、まあ女性母とかねそういう意味があって、そしてコウノトリで、今まであなたがねもしかしたら例えば赤ちゃんが欲しくて、でもなかなかいわゆるこのボーダーラインを今まで超えれなかった人がいるのかもしれない。でももしかするとこの満月を境にあなたの方にこのボーダーラインがなくなって、このねあなたのこの例えば赤ちゃんとか、あとはねまあこれ引っ越しとかねそういう意味もあるんですけれども、そういうこう今までこのラインがあってなかなか動けなかったことに対して動けるようになる、それが
ね、お母さんになることとか、思い切って転職するとか、引っ越しするとか、実家から飛び立つとか、なんかそういうことを表してるのかなというふうに感じました。はい、そしたら今回ね、この満月がどんなことをもたらしてくれるのかです。じゃあ見てみますね。はい、トランスフォーメーション。いいえ。おー、そしてマジシャン。これはですね、やっぱりこう、あなたにね、大きな変化が訪れそうですよね。で、これが、いわゆる家、実家、あなたが住んでらっしゃる、今の暮らしの中、あとこれ、結婚っていう意味もあるんですよね。だからなんかこう、大きく、パートナーとの関係とか、結婚の話とか、こう住む家のこととかね、そういうものがこう大きく大きく前進していくんじゃないでしょうか。まるで魔法がかかったような感じで、話がこうスッスッスッって流れていくような、特に今回年末年始で、ね、ご実家に帰られる方とか、もしかするとパートナーのね、ご両親に会うとか、そういう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、何か大きく、あなたのこのね、未来の家、なんかこれがすごく変わっていくような、ポジティブな方向に変わっていくような気がしました。はい、そしてね、感謝するといいこと。はい、じゃあこちら見ていきます。感謝するといいこと。カップの3と雲ですね。雲とトラベルが出てます。感謝するといいこと。これね。今まで、なんかこう、ね、ステイホームっていう感じで、なかなか友達に会えなかったり、恋人に会えなかったり、そういうこう、ね、旅行とかもそうなんですけど、こう、なかなか行きたいとこに行けなかったりとか、こう、そういう、こう、距離とかがね、会えないっていうことが、もどかしいっていう部分があったかもしれないです。これはもちろんね、皆さんに言えることなんだけれども、逆にその期間があったら、あったからこそのこう今からの人間関係の広がり、いわゆるこれ女子会のカードなんですけれども、やっと会えるねみたいな、なんかこうそこに感謝する。まあこの会えなかったことがもちろんね、不安もあったし辛さもあったんだけれども、こうだからこその喜びがこう人一倍、人三倍みたいな、そういうところに、ぜひフォーカスしてみてください、と。なんか非常にこれね、アバウトな形の、今ね、リーディングになってるなって、自分で思うんですけれども、私はね、そういうふうに感じました。こういう時がね、会えない時があったからこその感謝。ということで、こちらのカードはね、リーディングさせていただきたいと思います。いつもね、ここのカードって案外難しいんです、リーディングがね。はい、そして今回の満月がね、どんなことをもたらすのか、はい、見ていきます。はい、ウェルビーイング。気。そして、はい、これソードの6のリバース。あ、これもね、旅っていう意味があるんですよね。今さっきもね、ここにね、コウノトリが出てたし、なんかね、いろんなところですごく、はい、わかりました。はい、これが今回ね、どんなことを、
あ、ごめんなさい。ここはね、イメージするといいこと。今回はね、このイメージするといいこととして出てるんですけれども、まず、ここでもしっかりね、月が出ています。こう、あなたのね、これからの人生について、特にこの木っていうのは、こう、長い期間の時間のスパンがすごく長いんですね。で、それプラス、あなたのこうご先祖様とか、そういう人っていうのも表します。なので、あなたがイメージしていただきたいのが、まず、ご先祖様への感謝。そして、これからのあなたの人生がね、豊かに、幸せに、健康に過ごしていけることっていうのを、私はしっかりとしっかりとあなたにイメージしていただきたいなと。特に満月の夜、できれば外に出る、もしくは眠る時に瞑想しながら、穏やかな時間を持ちながら、こうあなたの未来について、幸せと健康と穏やかさ、それを願いながら、それを願っていただきたいなっていう感じです。そうするとね、そのイメージがきっとお月様にこうキラ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 みたいな形で届いていくのかなと。そしてあなたの願いが末永くあなたの願いが叶いますよっていうことを言ってくれてるような気がします。はい、そして次がね、あなたがこの満月でアクション、行動ですね、するといいこと見ていきます。行動するといいこと、アニマルス、タワー、そしてカップの4のリバース。はい、まず今回ね、このカードから私が感じたのが、動物園かな、これ建物っていう意味があるんですよ。なんかこう動物がいるところの建物だから動物園とか、あとは例えばこうワンちゃんとかね、欲しいなっていう方はペットショップじゃなくって、いわゆるこうボランティアの方がこうされてるところってありますよね。こうそういうところに訪れるっていうのも良さそうな気がします。そしてね、以前あなたがワンちゃんを飼っていたのであれば、こうもしね、ワンちゃんのお墓とかがあるのであれば、そこをね、訪れるのもいいのかな。あと、もし飼ってたペットがいたのであれば、その子のことを思い出してあげてください。それだけでもね、そのね、いわゆる動物たちにあなたの気持ちが届くって出てます。そして届くことによって、先ほどのね、こちらのカードとつながるんですけど、こうご先祖様とかね、こうあなたが一緒に生きてきた人たちに、このね、あなたが大好きだったこうワンちゃんとかね、動物も入ってるのかなと。なんかその動物たちのエネルギーがなんかね、こうあなたの願いを一緒にね、叶えてくれそうな、そんな感じがします。なんかね、私もなんかね、ワンちゃんとかすごく大好きなので気持ちがね、すごくわかるんですけど、なんかね、なんかこうあなたのそばにいてくれてるよねって感じです。いつも見守ってくれてる、なんかそのことにもぜひ、ぜひ感謝をね、してみてください。はい、そして今回
手放すといいこと、今回の満月で手放すといいこと。はい、おお、コインの10ですか。コインの10と子供のカード、はい、そしてドリームス。もうドリームス、今回出たカードがね、これドリームですからね。はい、今回手放すといいこと、はい、降りてきたメッセージをねお伝えすると、あなたはなんかね、将来の心配することとかね全くないからねって。例えばあなたは今ね赤ちゃんが欲しいと思ってるかもしれない。もしかしたらあなたは金銭的に豊かになりたい、仕事で大成功したい、なんかねいろんなことを思ってるかもしれないけど、でもね、もうあなたの夢は叶うよって、だからね、こうこれがしたいってこう思いすぎるのではなく、一旦あなたの願いをね全部パーンって手放してみましょうかと。そうすると願いって、願いすぎるとこれがね難しいところなんだけれども、こう執着につながっちゃうんですよ。つながっちゃう時もある。でも逆に、あ、この願いは叶うからあとは任せておこうみたいな、宇宙に任せておこう、天使さんに任せておこうみたいな、なんかもうね、それでもうそれであなたの願いはもう叶ったも同然だよみたいな、手放すことができれば。特に今回で出てるのがね、子供のカード、お金のカード、仕事のカード、その夢っていう風に出てるので、その夢を手放すことによってあなたの夢が、希望が手に入るよっていうこと。すっごくねこれ難しいですよね。わかります、難しいけれども、きっときっとね、本当のあなたの願いは叶うと思います。じゃあ今からカードをね 1,2,4 枚か、使って、はい、じゃあ最後にねアドバイス見ていきたいと思います。はい、じゃあまずこのカードとこのカードがちょっと気になりました。はい、あとこちらのカードからも、これですね。はい、あとね2枚カードを出していきます。今日ねこちらのカードは全部正位置で出していきます。まず1枚と、ごめんなさい、出てるのがエンパワーメント。すごいこれね、あなたにね力がある、パワーがあるって言ってるんですよね。そしてそしてね、これ仕事、特に自営とかね、表すカード、でもまあ仕事のカード。そしてこちらのカードがありのままでのね、あなたでいてと。はい、あとこちらのカード、タロットからはソードの7、ソードの7とコインの2が出てますね。じゃあちょっとこれをね最後にあなたへのアドバイスということで、リーディングさせてくださいね。はい、わかりました。まずねカードが言ってるのは、こう今まであなたがしてきたことに
無駄なことは一切ないよって、なんか自分では時間の無駄をしたとか、お金の無駄をしたとか、こう思ってる部分があるかもしれないけど、全部あなたの財産になってるよって。そしてもしかしたらあなた自身今副業とか起業とかそういうことを考えているのであれば、ぜひやってみようと。あなたにはこう仕事運の強さというか、どっちかっていうとこう自分で仕事をする方がなんか向いている人だよっていうことを言ってくれている。そしてなんかね、いつもどんな時でもなんかあなたのままでいてねって、こう全然こう何かしなきゃとか、こう誰かなんかね、誰かのお手本とか、なんかこう、こういう人になりたいとか、なんかそういうのではなく、あなたはあなたでいてほしいって、なんかね、お月様がね、言ってるの。そしてね、ちょっと待ってね。なんかね、人生は、まあ、綱渡り状態のような、不安な部分っていうのはあるかもしれないんだけど、でもね、やっぱりあなたの仕事、あなたの金運、あなたの財産、そういうのはしっかり守られてるから大丈夫だよって。ぜひこれはね、これだけね、お仕事のカードとかいわゆるね、お金のカードがこれだけ出てるので、もしあなたがまあ、ここでね、まあ、コウノトリのカードもね、出ていたんですけれども、もしあなたが何か、こう、仕事、副業、やりたいことがあるっていうことであれば、これはぜひ動いてみてねっていうことを、こちらのカードは言ってるのかなと。勇気を出して大丈夫だよと。あなたにはそれだけの力があるから、どうぞ自分を信じてみてねっていうことを言ってる。そしてまあ先ほどのなんかね、こちらのね、あなたの夢っていうのが、もしかしたらその仕事のことで、ね、やりたいことがもしかしたらある方だったのかな。そうするとその願いはもう少しで叶うよっていうことを言ってくれてるような、そういう気がしました。はい、これが3番のあなたへのメッセージです。ごめんなさい、2番の方です。よかったら参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。モーセ姫でした。はい、じゃあ3番の方、お待たせしました。こちらのカード、選ばれた方です。このカードの意味はね、はい、walk about です。まあね、歩くことなんだけれども、こう、あなたのね、進んでる道は、こう、正しいよっていうことを、私は、感じるんですね。そして、今、ね、あなた自身もしかしたらこうね、心の中がすごくこう見えるかな、ちょっとね、こういろいろ乱れてたりとか、食生活がややね、例えば暴飲暴食しちゃったりとかね、そういうことがあったとしても、でも外に出て例えばお散歩する、歩くこと、ウォーキングする、いわゆる外に出る。そうするとこれだけ新しい世界が外にあるからねっていうことで、なんか外に出ることを恐れないでねってなんかね、言ってくれてるのかな。もしかしたらね、この意味が後ほどのカードとリンクしてくるかもしれません。はい、じゃあ見ていきたいと思います。はい、満月ね、この満月からの、はい、じゃああなたへのメッセージから見ていきます。じゃあこちらのカードです。はい、まず出てるのが
ストレングス。お、あとクロスだ。はい、クロス十字架と、あとこれがね、コインの3のリバース。今ね、仕事だけじゃないんだけどね、仕事だけじゃないんだけど、こう仕事のこととかで、仕事やお金かなのことで少し辛かった人、例えばね、アルバイトの方、例えば回数が少なくなったとか、派遣の方、延長がね、例えばなかったとか、こうそういう悩みの中にあった方はきっとね、こうあなたに合うものって言えばいいのかな、あなたがこうより自分に自信が持てるみたいな、こうそういうものに出会えるんじゃないかなっていうことを言ってくれてるような気がします。特にお仕事とか金銭面で今まで辛い思いをしていた人ほど、なんか光がバーンって当たるような、なんか実はあなたの適職とか、それがね、本当はこう人の前に出ることだったりとか、もしかするとこう人と接するお仕事ですごくすごく数字が取れたりとか、なんかあなたにとって輝ける人生があるよっていうことをまず言ってくれてるのかなっていうふうに感じました。はい、じゃあそしたら今度は、じゃあこの満月があなたにどんなことをもたらしてくるのか、はい、見てみます。はい、まずフォーギブネス、そしてね、クローバー、あとはこれはね、審判のリバース、復縁か、これ復縁だね。復縁の可能性があるんだ。で、そのためにはっていう形なのかな。そのあなたが、まあこれね、やっぱ直訳すると許すっていうことなんだけれども、いろんなことがね、きっとやっぱり離れるとか別れるっていうと、いろんなことがもちろんあったと思うんです。でもあなたの復縁に向かっていくためには。あなた自身の心の浄化、もちろんね、あの人を許すっていうこともあるんだけれども、あなた自身の心を許してあげること、そしてあなたの心の浄化っていうこともなんかこう必要なのかもしれないねっていうことを言ってるのかな。なんか復縁の方向に行きそうです。はい、そしてね、あなたが感謝するといいこと、ここがね、毎回ね、かなりね、難題なリーディングなんですよ。はい、見ていきます。さて、今回は、感謝するといいこと。グッドラックとハート。グッドラックとハートと、そしてワンドのページのリバース。これ今思ったのが、もしね、あなたが今、復縁を望んでいるのであれば、なんかね、その離れた時にね、あなたから、あ、お相手様から例えばね、いろいろ言われたこととか、なんかそういうお相手様と離れたことによって見えたことがあるのかなっていうふうに言ってるんですね。特にハートだからね。で、それもね、情報のカードとグッドラックが出てるから、あの人が例えばあなたに別れる時に例えば言った言葉とか、もしかしたらすごく傷ついたかもしれない、すごく辛かったかもしれない、だからね、今さっきこのフォーギブネスっていうのが出たかもしれないんだけどね、なんかこうその言葉、そのことにまず感謝してみようかって、すごく難しいんだけどね、カードはなんか言ってるような気がします。その言葉があったから、あなたはもしかしたら今ここまで頑張ってこれたのかなみたいな、あなた、あの人と復縁するとか、
あの人を絶対見返してやるとかね、そういう気持ちなので、そのね、苦しかった、辛かった、もちろん分かります。でもそれと同時に、まあこれ許すことにつながるんだけどね、許すこととこの感謝すること、それができた時にきっとね、お相手様とのなんかこれ復縁が、本当の意味の復縁ができていくよ、できていくのかなって感じがしました。じゃあね、今回の満月で、じゃあイメージするといいこと、はい、見ていきます。インスピレーション、魚、そしてワンドの2の正位置、イメージするといいこと。ですね、これいろんな意味がね、魚ってあるんですけど、今回そうだな、出てるのが仕事と恋愛のカードなんですけれども、まずね、お仕事で言うと、あなた自身の貯金とかね、稼げる額がね、どん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 こう増えていく、想像をしてみてくださいと、願ってくださいと、もうそれこそ、ここにワンドの2が出てるんだけど、それこそあなたの収入が2倍になりました。そういうね、想像してみてくださいってことをまず言ってます。そして恋愛においては、これね、セクシャルな意味もあるんですよ。だからこう、あの人との関係、なんか深い関係になるとか、再び愛し合うとか、こう2人でいてね、とっても居心地いい関係ができたっていうことを願う、それも良さそうですよ。恋愛と仕事、お金のこと、しっかりしっかりあなたが想像して願っていただきたいなってまず思いました。はい、そして今度はね、行動です。アクションするといいこと。はい、見ていきましょう。アクション。さて、ここにカップのページ、正位置と本ですね。本。そしてここにファイナンシャルヘルスですか。これね、実際ね、行動するといいことなんですけれども、いわゆるあなたの人生設計について勉強する、セミナーに行く、と出てます。で、もしあなたがね、例えばなんか出会いとか求めてるのであれば、こうそういうところでね、あなたの価値観と合う人と出会いがあるかもしれないって言っているし、なんといってもこれすごく勉強なんですよね。まあセミナーとかに行かなくても、なんかいろいろね、独学で勉強されるのもいいと思うし、なんかいろいろ詳しい人に話を聞くのもいいと思うしっていうことで、実際あなたの人生を一度振り返ってみて、そして実際に勉強してみてっていう、あとね、これ資格っていう意味もあるから、なんかそういう保険とか金融とかの資格を勉強すること、資格を取ることっていうのも、なんかこれおすすめっていうふうに出てます。なんか勉強のカードが出てます。本を買うことっていうのもありですね。はい、そしてあとここ最後がね、こちら、今回の満月で手放すといいこと。はい、見ていきます。おお、答えですか。答えと山。はい、そしてソードの2ですね。ああ、なるほど。はい、これはね、あなたが手放すといいこと。まず、あなたが今、長い間待っていた答えがあるかもしれません。例えば、復縁できるのか、ずっとずっと待ってるんだけどとかね、そういう人いるかもしれません。でもね、今はその答えをいっそ手放しましょうと。難しいよね。 難しいんだけど、なんか答えありきのお相手様との関係ではなく、もしかしたら、
こう、一時はね、こう、グレーみたいになるかもしれないんですよ。え、復縁そうじゃないの？どっち？みたいな。そういう、こう、もどかしさみたいなのがあるかもしれないんだけど、でもね、それは一旦手放そうって言ってる。むしろ今、あなたに持っていただきたいのは、こう、グレーの曖昧さ。なんか白黒じゃないんだよっていうことを、こちらのね、満月はね、お月様はあなたにそういうふうにね、なんかね、逆に言ってるって感じです。白黒じゃなくて、今はグレーで行こうみたいな。なんかね、難しいですけどね。難しいけど、そういう感じ。で、ここにね、復縁のカードが出て、許すっていうカードが出てっていう形。だからおそらくね、復縁の方向に私行くんじゃないかな。この満月を機に。だからって言って、こう、お相手様に、私たちどうなるの？どうするの？っていうよりも、今は受け身でいいっていうことを言ってるような気がしました。じゃあ最後にアドバイスでカードをね、もう少し引いていきたいと思います。さあ、これがね、よいしょ、これかな。最後にタロット、よいしょ。こちらね、今日は全部正位置で見ていこうと思ってます。お、まだ出ないね。はい、出たのがまずこれとね、よいしょ。はい、これかな。はい、じゃあね、アドバイスということで、はい、見ていきたいと思います。じゃあ開いていきましょう。おお、今日よくこのカード出るな。ありのままでとプレイタイム。はい、そしてね、隠者とソードの8か。なるほど。ああ、わかりました。これがね、あなたへのアドバイスとしてお伝えしたいんだけれども、もしかしたらね、今、例えば復縁を望んでいるあなただったらね、今の今は、まだね、寂しいっていう気持ち。失礼しました。そしてね、こう、あなたがね、こう、流してる涙っていうのも、大丈夫、泣かなくて大丈夫だからって。あなたにはね、今こういう楽しみの気持ち、遊ぶ気持ち大切だよって。でね、今思ったのが、やっぱりこう、ちょっとこのカードとつながってきたんですけれども、やっぱり外に出て遊ぼうって。ね、家にいて、ね、もちろんね、お風呂に入ったり、シャワーを浴びたりっていうことも、これはね、やっぱり浄化につながります。だからそれはね、すごくおすすめなんだけれども、シャワーを浴びたら、じゃあお外に出てみようかって。また外にはね、新しい空気、やっぱり体を動かすと元気になること、それがあるよって。そして、でもだからって言って、あなた自身変わる必要はない。あなたのままでいていいんだけれども、少し外に出るっていうこと、こういう、こう、パワー、外に出ることを怖がらないで楽しんでほしいなっていうことが、今回のね、満月さん、お月さんからのメッセージかなっていうふうに感じました。
外に出ること、もちろんね、人と会うっていうのもいいし、やっぱり外に出て新鮮な空気を吸ってウォーキングする、走る、そういうこともなんかね、お月様があなたにおすすめしたいことだよっていうことで、今回はリーディングをさせていただきました。これが3番の方へのメッセージとなります。よかったら参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。モーセ姫でした。